んこんにちは、石木まうです。私はもう20年も誘導瞑想をお教えしています。この番組では皆さんに感情をコントロールする誘導瞑想の仕方を教えしようと思います。皆さんはただこれを聞いて眠るだけ、それだけで十分です。では今日のテーマはこれです。今日の誘導瞑想のテーマは才能を育てるです。あなたは自分に才能があると思いますか？才能を使って今仕事をしていますか？ここで言う才能は、例えば小説とか漫画を書くというのもありますが、金融とか経営、そういう才能も含まれます。ですから自分がもし才能はちょっとあるんだけれども、どうもうまくいかないという方にはちょうどいい誘導瞑想になると思います。ある程度才能があるにしても、どうしてそれ以上伸びないのかという点ですが、よく好きなことを仕事にしようって言いますよね。確かにあなたはそれが好きなのかもしれません。でも成功していく人たちとそうでない人たちの決定的な違いは、結局のところ好きというレベルの違いですね。例えばあなたが小説を書くのが好きだとしても、それを誰かに見せます。そうすると友達は適当な返事をしますよね。でもプロに見せたらものすごくけなされるでしょう。全然なっていない、そんな言葉を聞いた時にあなたはどうしますか？結局そこで心が萎えてしまって、褒めてくれなかったと言って、そのけなされた言葉をずっと覚えていて、ちょっと恨みに思う。これが才能を育てられない人ですね。才能を育てられる人たちはそこでもちろんがっかりはしますが、でもその言葉を乗り越えてなんとかその上に行ってやるって思うくらい好きなんですね。ですから好きのレベルがこれだけ違うんです。どうしてかというと、すぐに萎えてしまう人たちは人に結局褒められたいが先に立っているんですね。だからそれそのものを好きというよりも、例えば金融で言えばお金が儲かるからやる、ではやはりお金が儲からなかった時にすぐがっかりしますよね。そうではなくて、金融そのものが面白いってなれば、一時的に結果が悪いとしてもどん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 勉強したり研究したりし続けるでしょう。そしてそれが才能になっていきます。ですからうまくいかなかった時、褒められなかった時、そういう時にあなたがどれだけ心を持ち直して生き続けるか、それを推進するような誘導瞑想をこれからしようと思います。この誘導瞑想はいつものように子どもの自分になって、目の前に大人の自分がやってきたと思って聞きます。ただできればいつもの6歳ではなくて、できるだけ小さい年齢、2、3歳がいいですね。そして未来の自分は、もしあなたが現在まだその才能で大した実績がない時には、もっともっと未来にしてください。例えば20年後の自分です。いいですか？では目を閉じてください。始めます。あなたは自分の才能は大したことないんじゃないかって思っているんだね。何をやっても大して成功しないから、だから自分は本当は才能がないんじゃないかって疑っているんだよね。そして才能豊かな人たちを見て羨ましいと思っているんだね。何が足りないんだろう、どうしてなんだろうっていつも考えているよね。未来の自分はあなたに教えに来たよ。本当はあなたにだって才能はあるよ。ただあなたは大切なことをまだ知らないんだよ。才能は勝手に花開くものではないんだよ。磨かないとダメなんだよ。それもじっくりと時間をかけて一つのことに集中しないとダメだよね。だからちょっとけなされたからとか、なかなか結果が出ないから、だから才能がないんじゃないかなんて言ってたらダメなんだよ。本当に才能のある人たちは
そういう時が来てもそれでも前に進んでいく人たちなんだよ。褒めてくれないからとか、すぐに結果が出ないからとか、ちょっと失敗したからとか、そんなことですぐやめるのは本当の意味でそれを好きと思っていなかったっていうことだよね。だから乗り越えなさい。人にけなされても、うまく結果が出なくても、それでもやり遂げなさい。さらに前に進みなさい。どうやったらもっともっと良くなるか常に考えなさい。少しけなされたからってそれが全てじゃない。そこからいいヒントを得て次に進みなさい。それが本当に好きということなんだよ。お母さんに褒められるために始めたとか、人に勝てるから始めたとか、そんな動機じゃダメだよ。あなたが今自分がやっていることをよく見てごらん。それの何が面白いの？どこがいいの？あなたは本当はそこを知ってるよね。それを突き詰めなさい。なんで自分はこれをやりたいの？どうしてこれを突き詰めたいの？そうして純粋にそれを好きになって、どん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 前に進んでいきなさい。それが才能を磨くということなんだよ。大丈夫、できるよ。未来の自分はいつでもあなたのそばにいて、頑張れって励ましているからね。本当にあなたが欲しいものをつかむまでやり遂げなさい。頑張りなさい。大丈夫、才能はそうやって自分で育てて磨いていくものだからね。才能はとても平等なもので、それを頑張った人だけが得られるものなんだよ。だからあなたもできる、可能だよ。頑張りなさい。諦めないで、やりなさい。未来の自分はあなたの才能を信じているよ。